ここは金剛山の駐車場です。山をね、自転車で登りましたんで、今からプロテインを取りたいと思ってこういうのをね、買いました。ミニシェイカー、普通のねシェイカーならこれより一回りでかい、このミニシェイカーならこの前のフロントバッグ、ここにちょうど入るサイズかなと思ったんで、このねシェイカー買ってみました。まだ使ったことない、初めて使います。シェイカーのいいところはこの蓋を開けた飲み口結構広いので、こういうねプロテイン、これがこうカパッと入ってくれれば非常に、で飲む時もそんなにね水自分使わない、100ミリから200ミリぐらいしか使わないです。これは200ミリ入り、200ミリのシェイカー、これね水持ってきましたんで、よいしょ、ういこれでプロテインを作りたいと思います。ヒルクライムって言って山を自転車で登るトレーニングとかをよくするんですけど、こういう出先でねプロテインを取るにはどうしたらいいかなと思って、赤変な、よいしょ、こういうやつですね。自分このままねこうガパッと飲んだりしてたんですけど、さすがにやっぱシェイカーが欲しい。ほっ、おー、ぴったり。これ100均で売られてるケースなんですけど、これがぴったり、これよりでかいとさすがにこぼれそうですね。ちょっと混ぜてみましょうか。これは多分何のゴミやろ、分からない。こぼれてない、こぼれてる、めっちゃこぼれてる、やべ。ちょっとずれてたらめちゃくちゃこぼれやすいみたいです。びちゃびちゃな手元、もう大丈夫。いや、こぼれてる、え、こぼれてるんですけど、なんで、あ、ちゃんと閉まってないわ、ちゃんと閉まってなかったです。あ、こんな感じで、出来上がりました。くー、ちょっと締めにくいかな、噛み合わせが悪い、ちょっと締めるときは気をつけた方が良さそう。ただ用途としては、非常にいいサイズのシェイカーかなと思います。では、さよなら。シェイカーでした。